はい、おかえりお疲れ、こんばんは、まちこでございます。さあ、今回はですね、いよいよデビューを目前にしましたケプラの話ですけれども、先日からですね、何かとちょこちょこと上がってましたので、まとめてこれ見ていきたいなと思います。今回もまちこと嫁まちでお送りしますんで、応援よろしくお使いください。行ってみましょう、スタート。で、まずはですね、今回ケプラーのファーストミニアルバム、ファーストインパクトコネクションフィルムっていうのが12月27日に上がってますんで、はい、これ見ていきたいと思いますね。よろしいですか？あ、来た。ん？ちょっと待って。なんだ、ちょっと物憂げな感じの、始まり。バヒエちゃん、ああ、ユジンちゃん、ダヨンちゃん。どう？ドーンってきた。あ、なんか、もうあれやな。宇宙からの、おう。おい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 。ええー。なになに？はいはい、まあまあイメージか。チーフンちゃんセンターやな。キャプラー2022年1月3日6時ファーストインパクトウェイクワン。はい、というようなところです。ドゥドゥ、なんとも言えんな。でもな、正直もうイメージビデオやもんね、これね。コネクションフィルム、なんとも言えんな。まあまあ、かわいいかわいいねっていう感じで、一応まあ最終的に歩いてくるときはセンターがチェヒョンちゃんとやったっていうことと、どんなアルバムになるのか、まあファーストインパクトですからね、ちょっと宇宙の何かしらとこう遭遇するみたいな感じのイメージやったんでしょうけど、まあまあ行きましょうか、次行きましょうか。で、その後ですね、29日、その2日後、上がりました。ティーザー、今度は和田田のティーザーね、いよいよ。和田田のティーザーですわ。はい。これちょっと見ていきましょう。おーっと来ました。みんなが立っております。はい、来た。はい。はいはいはい。かっこいい。こんなんやった、和田田。こんなんやった？え、こんなんやったって初めて聞いたから分からへん。あ、そう、なんか乗ってた、どっか。へえ、すごい、なんかあれやな、ノリのいい感じで。思ってたんとちゃうわ。いい感じ。今のだけ聞くとね。はい。そして、もう一つ。これが、12月30日、ね、に上がりました。さあ、これです。ファーストインパクト、ハイライトメドレーということで、これアルバムの曲のあれかな、ちょっと触りが出てくるのかな、ハイライトメドレー、ファーストインパクト、シーザライト。なんかもういい感じ。ノリノリ、ちょっとね、シティポップって感じ。真っ白。かっこいい、かっこいい。ちょっと見えへんな。ミックかな？え？ MVCQ かな？ちょっと見えへん。あ、ちょっと変則的な。ちょっとおしゃれやな、全体的に。ちょっといい感じじゃない？いいね。シャイン。ああ、やった。入ってたんだ、これ。はい、これはね、ガルプラの最後にね、やったやつや。うわあ、いいなあ。うわあ、マシオちゃん。はい。いいですね。はい、エイソちゃん。
すごいな、いよいよあれやな、正規メンバーでやるんやな。アナザードリーム、これも出た。マシルちゃん、こちらもですよ。チェヒョンちゃん、ノアハンケケプラバージョンです。うん、あ、ユジンちゃん、はい、5曲目これで全部かな。まだある、やった。あ、おーね、おーもあるんだ、うん、わー、はあ、な、こっから始まったからな、うん、あー、なんか蘇るな、ね、これ聞いたらね、ふわっと蘇るよね、うん、あ、そして和田だや、え、和田だ、なんで今、うん、あ、順番はバラバラになってんの、そうなんや、はい、和田だ、なんかいい感じっぽいよな、ひかるちゃんかっこいい、うん、ノリノリの、この曲ちょっとあれクラスっぽい感じがあるねんな、うん、ちょっとバフィーちゃんかっこいいねんけど、このたっぷりあったな、はいはいはい、あ、やっぱデビューがすごいずれたからたっぷり見せてくれたんかしらんデビューがずれたからたっぷり見せてくれたんかなってまあでも意外割と向こうのやり方としてあるやんか、うん、うん、ちょっと曲の触りだけバッ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 とこうやって見せていくっていうやり方、いや、ちょっといいな、うん、全部よかった、思ってたより、うん、実のところめちゃめちゃ心配しとってんけど、あ、そうな、うん、どんなコンセプトでどっち向かっていくんやろうとかってさ、うん、すごい思ってて、まあ、だから どっちもやるって感じなんやね、うん、いろんな感じのケプラーを、そうやな、その偏ってない、うん、ガルクラッシュだけじゃない、うん、可愛いだけじゃない、でもどっちかというと可愛いはあんまりないやん今回のイメージでさ、うんうん、そうやな、うん、大人っぽい曲も多かったし、そうそう、かっこよくてかっこいいからワイルドまでちょっとの幅があるかなみたいな、いいんじゃない、でもなんかすごく、ね、うん、いや、これはちょっと最近いろいろ本当に、まあ、年明けてちょっと心配やったのよ、うん、ケプラーが埋もれちゃうんじゃないかって、実のところな、でもこれ聞いてちょっと安心したね、かっこよかった、うん、いいね、うん、楽しみになってきたね、うん、ということなんでね、まあこれがまあ年内にね公開されまして、いよいよ年が明けて1月3日の6時、夕方6時かな、ここで、うん、まあ一応デビュー解禁ということで、うん、MV がその時間に出るということですね、だからもうそれはまあ楽しみやね、1月3日、うん、はい、それ見てすぐさままた、リアクション、はい、リアクションというかね、うん、止め見するかどうか分かりませんけど、ね、やりたいと思います。これもちょっと久しぶりにめちゃめちゃ楽しみ、いよいよですよ、なんかでもあのおーおーとかさ、うん、シャインとかさ、うんうん、アナザードリーム、うんうん、あの辺も今バッと来たけど、すごいケプラーバージョンってこう書いてあってさ、うんうん、あ、そうか、あん時のあれじゃないんやっていう、うんうん、あん時はだって18人いたんだもんね、うん、な、そうじゃない、この正規のメンバー9人で、うん、やるやつなんやって、おお、なんか特にさ、うんうん、99人でやってたやつやからさ、な、うん、元はといえばケプラーのチャンネルのやつでなんかダンス動画上げてくれたやん、はいはいはい、うん、9人バージョンの、うんうん、だから社員もダンスがあるからまた9人バージョン上げてほしいなと、まあまあやるんじゃないですか、思ってます、はい、やると思いますよ、見たい見たい、うん、でもなんかその9人この9人でいや、やってるんやっていう、なんかまあおお、なんか特にさ、うん、うん、そう、うわ、感慨深かったわ、ずっと、はあ、残ったんだな、生き残ったんだな、この9人だっていう風にね、なんか変に、ちょっと、センチメンタルになったりしました。はい。まあ、とにかく1月3日にですね、このケプラー、いよいよデビューということで、MV も公開されると思いますので、またそちらの方も公開され次第、私たちリアクションしていきたいと思いますのでね、皆さんも楽しみにしておいていただきたいと思います。
はい、ということで、今回はケプラーのファーストミニアルバム、ファーストインパクト、こちらのですね、いろんなあのティーザーなどなどが上がっていたのをちょっとまとめてみましょうということで見てみました。はい、このように普段からですね K-POP、ケプラー、トワイス、そしてニジューちゃんなどをですね、主に取り扱っておりますけれども、あとはサバイバルオーディション番組もね、これもあの大好きで見ておりますので、よかったらチャンネル登録していってください。おかえり、お疲れ、こんばんは。今夜もマチコとゆめマチが、はい、お送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。